皆さん、はじめまして。建築デザイン学部の学部長の堀でございます。2023年度開設予定の建築デザイン学部、建築デザイン学科について説明いたします。皆さんは生きていく上で重要なものは何だと思いますかいろいろあると思いますけれども、生活の場を作る空間、そしてそれをサポートするものも重要なものの一つです。人が使う空間ものだから、人それぞれです。 しかし美しい空間は心地よいし美しいものは使いやすく末永く使い続けられますまさにサスティナブル SDGs ですねこのような美術の視点から空間ものを考え作りサスティナブルな社会に貢献できる人材を育てる学部学科です空間を作る建築は主に工学系美術系もの情報を作り伝達するデザインは美術系であります海外では建築は美術系にあります それは建築は安心安全のための工学的な面も重要ですが人が使うため使いやすさや使い続けるための美しさが重要だという考えから来ていると思います人の生活に必要な空間、物、情報は切っても切れない関係にありますどちらが欠けても生活の場は成り立ちません人の生活に必要な空間、物、情報をトータルに学べることが特徴です人が活動する場のそのものをデザインする 建築とデザインが融合した美術系の日本初の学部です建築デザイン学部建築デザイン学科は美,美術の視点で建築とデザインを考えます美術の視点とは使い手の視点と作り手の視点を合わせ持った視点です作り手の概念や理念を理解するとともに使い手の視点に立って空間物情報そしてそれも取り巻く環境を理解することはとても重要ですなぜなら空間物情報そして それを取り巻く環境は使い手と作り手のコラボレーションで出来上がるからです。そのためには日々の生活においても立てること、住まうこと、考えること、作ること、伝えることができる人間になることが求められます。建築デザイン学部、建築デザイン学科は人の活動に必要な空間と物、情報を作り出す学部学科です。空間と物はあくまでも器です。人が使って初めて空間と物は生きたものとなります。 10人トイ与というように人が使うということは10人いれば10人の考え方があり、暮らし方、使い方があります。すなわち空間と物には回答がありません。また空間と物を作るのは1人ではできません。クライアント、建築でいえば構造設計者、設備設計者、そして実際に工務店のような空間と物を作る人、さまざまな人たちとのコラボレーションで成り立ちます。そのためクライアントの意見を聞き出し、案に反映し、 自分で考えた案を相手に伝えるコミュニケーション能力とプレゼンテーション能力が必要です。これらの能力は社会で生きていく上においてとても重要です。これらの能力を養うための課題中心の課題解決型の演習授業を中心に行います。コース、分野の紹介をいたします。建築デザイン学部、建築デザイン学科は2コース5分野で構成されます。建築コース、2年次より 建築分野、インテリア分野、まちづくり分野の3分野で構成します。デザインコースは2年次よりグラフィック分野、プロダクト分野の2分野で構成します。建築デザイン学科のカルキュラムは切っても切れない関係にある建築とデザインを包括的に捉えるために基礎基盤となる共通領域。学年振興に合わせて建築デザインの専門性を高めていく建築領域、デザイン領域。 研究政策を行うゼミナー、ル卒業論文、卒業政策で構成します。1、2年を建築材料の共通理論と各専門領域の基礎理論、基礎技術を学ぶ基盤科目とし、3年、4年を各専門の応用理論、応用技術を学ぶ応用発展科目とし、順を追ってステップアップできるカリキュラム構成となっています。 基礎基盤となる共通領域の総合といえる科目が建築とデザインが融合した建築デザイン総合演習です。建築デザイン学部、建築デザイン学科は先にお話したように建築コースとデザインコース2コース制です。建築とデザインは生活上切っても切れない関係から各々のコースでスキルを学んだ3年時にコースをまたいだ課題を行っています。人望調の活性化を目指して2コースの学生が混合チームで課題に取り組みます。 最終の成果については地元の方々をお呼びして発表会を行います率直な忌憚のない意見をいただき次回のプロジェクトに生かしています地域連携の一つとして学生にとって貴重な体験の場となっています建築領域の1年から3年までの演習課題です図面の書き方読み方などをえ基礎そして2年次から各分野に分かれて住まいの設計原寸の作成そして公共施設など段階を 追って進みます課題の最後にはゲストを呼んで公表会を行い様々な意見をいただくとともにプレゼンテーション能力を磨きます次にデザイン領域の1年から3年までの演習課題です1年時に平面立体の技術を学ぶ基礎2年次から各分野に分かれて行う演習制作と段階を追って進みます最後に公表会を行い発表することでプレゼンテーション能力を磨きます ゼミナール、卒業論文、卒業政策は4年間の中で重要な位置を占めます。ゼミナールは担当する教員の専門分野に沿った課題をグループで取り組み成果を上げる事業です。課題を共有し、グループの中で自ら率先して課題を解決することで、おのずとリーダーシップを養うことができます。ゼミナールでつかんだテーマを4年時の卒業論文、卒業政策につなげることができます。卒業論文、 卒業政策は指導教員の下で自分で決めたテーマを主体的に進め、論文、形にまとめる4年間の集大成です。建築とデザインは人の活動に関わります。そのため幅広い知識と教養が必要です。建築とデザインが好きになれて課題に対し自ら率先して他者と共同しながら最後までやり遂げるモチベーションを持った生徒に来てほしいと思っています。簡単ですが、以上で建築デザイン学部、建築デザイン学科の紹介を終わります。 学びは継続です。生徒の皆さんとこのキャンパスで一緒に学べることを楽しみに待っています。